危ない。はい、だ全国のマニュアルの練習を後回しにしている皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけど、はい、まあ、今までね、全3回ヒズフレンドの ナンバーワンさんに教える系の動画、これをねやらせていただいたんですけど、そうっすね、今回は一緒に同じトリックを練習していこうと思います。はい、はい、どうぞ。はい、はい、はい、はい。でね、そのトリック、まあ、先ほどの冒頭の挨拶でね言ったんですけどマニュアル、これをやっていきたいと思いますえ、皆さんどうですか、マニュアルって後回しにしません？どうですかね、僕後回しにしちゃってるんで正直あんまりできないんですよ。全くできなくもないんですけど、あんまりできなく、オーリートゥーマニュアルとか過去一度もメイクできたことがないんで、まあ、メイクっていう基準とかもマニュアルは怪しいんですけどヒズフレンドのナンバーさんはどうですか、最近は。最近はマニュアルまあ、やってますか？なんか最初ちょっとだけやってたみたいな。最初ちょっとだけやってみたんだけれど、うん、結局のところまあショービとオーリー早くやりたかったから、あ、同じだ結局そうなるんだよね、うん、ちょっとなんか地味な練習っちゃ、まあ、全部スケボード結構練習自体は地味なんだけども、その中でもなんかメイク、明確なメイクの基準がないからうん、うん、いまいち練習する気にならなかったっていうのが、あんまりない。そうだね。でこれを、まあ、一緒に練習することによって、そのね達成感がないとことかを、まあ、楽しさに変えていこうと、うん、マニュアルバカにしてるだろ。いやいやいやでもあれ僕実際できるようにはなりたいんですよ。ああ、はい、うん、ずーっとこうやってマニュアルやれてる人とか、マニュアルやりながらそのままチクタクやったりとか、ああかっこいい、前輪浮かせながらね、超かっこいい、あれでも最強だと思ってるんで、めっちゃ難しいね、あれをね僕は習得したいんですよ。はい、なんで今日はちょっとヒズフレンドナンバーワンさんとね一緒に楽しくワイワイしながらマニュアルの練習、これをやっていこうと思います。参ります。で、いいですか？はい、大丈夫。拒否権はない？はいそれじゃあやっていきます。それじゃあね、まずヒズフレンドナンバーワンさんのね実力をお見せしていこうと思います。じゃあお願いします。じゃあ次はね、ヒズさんの実力を見ていきたいと思います。まあ、任しとけって、お願いします。任しとけ、任しとけ、大丈夫？ん？大丈夫？お、行くぞ、うん、いいか？出てこいよ。おおおという感じなんでね、練習頑張っていこうと思いますあそこにペットボトルがあるんで、あそこからスタートしてカメラの画角外まで行くことを僕は目標に頑張ります。ヒズレッドナンバーワンさんはクリアだった。ああ、じゃあ俺ここからアクエリアスからこの1本目のボール行くわ。ちょっとここ近っ俺ここでヒズフレンドナンバーワンさんの目標ね、ここから、うん、ここここオッケーお、じゃあね、俺一発で決めるんで、一発で。おお、お無理だな無理だ、じゃあそれで行こう
ました来ました来ました、これは来ました。マジで、いや確実に行った今のは。マジでめっちゃ行った。いや動画終わるやん、待ってよ。さよなら。待ってよ待ってよ。まだ続けますか。続けましょう。じゃあ僕はオーリー2マニュアルの練習します。上がらん上がらん。そうです。危ない。あー惜しい。むずいよこれ。あーでも今はまあまあいい。いってよかったね、くれたナンバーワンさん。今日は調子多いよ。痛い。嬉しくない。あーダメか。ダメです。なんかさ、前後にバランスずれてんじゃないの。なんかこういう風になってるじゃん。そう、こうなってる。どこに突っかえたんだろうね。あーだから体勢崩した。あーでもそんな感じじゃない。ラスト1本やらしいんで、僕もう1本普通のマニュアルいきます。もうね、永遠にマニュアルします。それじゃあいきます。ダメだった。それでは、トリを務めさせていただきます。はい。おー、いったじゃん。テール吸っちゃってるね。さあ、土下座するか。茶番終了。はい、ということでね、はい、マニュアルの練習をさせていただきました。はい、しました。やっぱりね、2人でやると楽しいね。めっちゃ笑って、なんかすげえテンション上がって、そう、意外と疲れたっていう。割と疲れるね、マニュアルね。めちゃくちゃ楽しかった。楽しかったわ。いや、冒頭ちょっとバカにしたの俺だったわ。あ、ちょっと申し訳ないわ、ほんとマニュアル練習楽しかったわ。これからもうちょっとね、練習して、意外といけたんで、ちょっとね、僕頑張りたいですね。オーリー2マニュアルもなんとなくいけそうだなっていうのが何本かあったんで、もうちょっと練習したらいけるかもしれないです。いやどうですか、ヒズレのナンバーワンさんはマニュアルやってみた感じ。すっごいスネ打ってたけど。俺スネ打ってるとこしか見てないけど、めっちゃ痛かったけど。最後の方なんとなくできそうな雰囲気が生まれてきた。あったんで、あ、まあどんどんね、練習してそのうちできるようにしていきたいな。そうだね、俺みたいに後回ししないで、ちょっと少しずつやった方がいいと思います。はいっす。ということでね、本日の動画は以上になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、マニュアルの練習やっていきます。やっていきます。よし、それじゃあマニュアルの練習やっていくぞ。よし。これドライブどこ？これマニュアルだから。え？